調和駅は北海道立市長和町にある北海道旅客鉄道室蘭本線の駅である。駅番号は H39。電報略号は罠。1976年の長和駅と周囲約1キロメートル範囲。右が東室蘭方面及び右下の志村加工立工場へ駅裏の留置線から専用線が向かっている。当駅から薄駅までは複線区間。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成当駅の所在する地名より当地は以前潮流側に由来する潮流の名で駅名も同名であったが1959年4月にあざなが現在の調和に解消され同年10月に駅名が解消された駅名、地名ともに解消された理由は 伊達第一中学校潮流分校の生徒たちが修学旅行へ行ったときにお猿の学校とからかわれたことがきっかけだったとされている。単式ホーム、島式ホーム複合型の2面3線を有する地上駅。ただし島式ホームの駅舎側の一線は1993年時点で側線扱いとなっている。互いのホームは駅舎側単式ホーム中央と 島式ホーム北側を結んだ警報機付きの構内踏切で連絡している。他に下り線側に岩見沢方から分岐した側線を一線、有し、ホームはその部分が切りかきき、ホームとなっている。また1983年時点では、島式ホーム外側におしゃまんべ方から分岐した短い、側線も一線、有していた。二面三線時代の配線は、左右裏返しにすると、 薄駅とほぼ同じ配線であった。無人駅となっている。駅舎は線路の東側に位置し、単式ホームに接している。駅舎は無人化後に改築されている。駅舎内にトイレを有する。薄駅より当駅までは、複線区間、当駅より寄付駅までは、単線区間となっている。1日の平均乗降人員は、以下の通りである。駅の付近には、 昭和の市街地が広がっている。駅のホームから北の方向を望むと天気の良い日には昭和新山や薄山を望むことができる。ありがとうございます。